ハレルヤーみさんこんにちは素晴らしい御言葉の時間です今日はイエス様が私たちの人生の問題に対してどのように答えてくださったのかを学びます聖書を読んでみるとイエス様は本当に多くの人たちにそれぞれ向き合ってあげ 人生相談をしてあげた人だったんだということがわかります私たちはみんなそれぞれさまざまな人生の問題を持っていますね問題のない人はいないと思います例えばどんな問題があるでしょうかこれからどのように生きていったらいいのかという問題どうやったら 今自分がやっているこの仕事やっている事業がうまくいくのかという問題私は何をして生きていくべきなのかという問題つまり進路の問題です私の悩みと心配をどのように解くべきか私だけが知っているこの問題をどのように解決したらいいのかという深い問題 私は背が低すぎる。しかし、これ以上背が伸びそうにはない。この低い身長で、これから一生どうやって生きていったらいいんだろうか、という見た目のコンプレックスの問題。私の人生は本当に複雑に絡まっている。どのようにしてほどいて生きていったらいいのだろうか、という自分の境遇の問題。 私は世の中でたくさん無念な思いをさせられてきたがこの無念な思いどうやって晴らしたらいいんだろうかという問題私は人生の限界にぶつかっている人生を生きても何をやってもつらいし面白くないし希望もないやる気も出てこないという問題私はとにかく貧しいお金がない 今直面しているこの経済の問題をどうやって解決して生きていったらいいんだろうかという問題私は人には言わないだけで本当はあまりにも苦しい問題を抱えているという心の深い深い精神の問題このように仕事や経済の問題家庭や家族の問題学業や進路の問題 また人間関係の問題や自分の個性や生きる目的などの問題など本当にキリがありませんこれらの問題に対してイエス様はどのように答えられたのか神様はそして神様が使わした人はどのように答えられるのかこれが今日の話です。 イエス様が人生の問題のために面談をしてくださって答えてくださった時その御言葉通りに行ってこの世で生きる時も栄えたしその霊魂も永遠に栄えた人たちがたくさんいます今日はその中から二人の人の話をしますまず一人目最初の人物はペテロです ペテロはイエス様の一番弟子となった人ですペテロは海辺に住んで海で漁をして生計を立てていた人です彼はイエス様に出会って自分のつらい人生の問題について尋ねましたこの時ペテロはまだイエス様が神様が使わした人つまりキリストなのか知りませんでした イエス様に初めて会ったた。時でしたペテロは夜通し海で網を打ちましたが魚を一匹もただの一匹も取ることができませんでしたもう何十年もこの仕事をしているのに全く結果を出すことができずまさに限界を迎えていた時でしたそれでペテロはイエス様に私は 一生このようにして生きるべきでしょうかどうやったら海で魚をたくさんたくさん取ることができますかと尋ねました。これがペテロの人生の問題でした。イエス様はペテロがやっていることがうまくいくようにまず最初に人生の問題の答えを教えました。イエス様は 魚たちは魚たちがあなたのことが怖くて深い海に行ってしまったからあなた深い海に行ってそこで網を下ろしなさいとおっしゃいました何十年もこの道でやってきたそのセンターであるペテロにとって衝撃的なアドバイスでしたしかしペテロは志が精神がはっきりして生きていたんです それでペテロはそうか魚たちが深いところに行ったのかよし私が行って取ろうそう言って早速深いところに行って網を下ろしました本当にうにのち度に多くの魚を取りました網が破れるほど取れましたあまりにもあんまりにも重すぎて 一人では網を引き上げることができませんでしただから隣の同僚を呼んでおーいおーいと呼んで助けてもらって思いっきり網を引っ張り上げました網を二つの船にドドーッと乗せたところ船が沈むほどどっさりとものすごい量の魚を取ることができたんです 奇跡的なことですペテロはあまりにも驚きましたまさに問題が解決しましたしかしこれだけではありませんペテロはこのような奇跡的なことを体験した後イエス様のところに来て告げましたイエス様がおっしゃる通りにしたらその通りに話された通りにしたら多くの魚が捕れました 私の人生でこのように一度に魚をたくさん取った日はありませんでしたと言いましたそしてペテロはついに自分の心の奥底に秘めた本当の問題真実なる相談を打ち明けましたつまりペテロはイエス様に進路の問題について尋ねたんです私はこのように 一生漁をして生きるべきなのでしょうかと言いました。それでイエス様は「私についてきなさい。あなた方を人間をとる漁師にしてあげよう」とおっしゃって「今日から船と網を捨てて私に従いなさい。海で魚を釣るように世の海に出て御言葉を伝えて」 多くの命たちを私のところに連れてきなさいとおっしゃいました。ペテロは「アーメンハレルヤと言いました。すごい告白です。そして続けて世の海に出て行ってイエス様を大胆に明かししてイエス様は神様が使わした人だとその御言葉は本当に素晴らしい神様の御言葉だと言って。 イエス様の証しをして人生の講義もたくさんしてまさに魚を釣るように多くの人々をイエス様のところに連れてきましたイエス様が亡くなってからある時は一日に一つの場所で3000人も連れてくる大きな奇跡も見せましたちょうど イエス様が自分の人生の問題に答えをくださったようにペテロもそのように人々に答えを与えてイエス様のところに連れてこさせましたイエス様に人生相談をして答えをもらって栄えるようになったのです二人目の人物はサマリアの女です この女の人は世の中であれこれとすべてを経験した人でしたたくさんたくさんの経験をしたんですしかし彼女は孤独と虚しさから解放されることはなく常に苦しんでいましたつまりその霊魂が乾いていたのですこの女の人は多くの男の人と付き合ったり 愛しかしこの人は愛に関して満足できず生きているそういうつらい人でしたそうしたある日イエス様に会って人生の面談をするようになりましたこの女の人もイエス様がメシアであることを初めは知らなかったんですこの女の人は人生のメンターを探している人でもありました 自分をを救っっってていいるる人人待だったんですイエス様はこの,おんこの女の人の人生のあれこれの問題に対して一言でお答えになりました「私に従いなさい。あなたが多くの男たちを愛してももっと虚なしくもっと寂しくもっとつらい。私を愛しなさい。 とおっししゃいましたその中に全ての答えが入っていました人生の指導者に合う問題愛の問題人生のつらい問題がその一言で解決しました私たちもこのサマリアの女の人と同じ立場の時がありますその時もやはり答えは同じです 私たちの人生の問題に対して神様が遣わした人の最初の答えはこれです。私を真実に愛しなさい。そして私に従いなさい。その一言です。この言葉の中に全てが入っているからです。神様が遣わした人は神様の御言葉を持ってきます。 神様の一言の御言葉はまるで一包みの袋のようなものです。それをもらった時は一つだけれど開けて中を見てみるとその中にたくさんの貴重なものが入っています。それと同じように神様の一言の御言葉も聞くときは一言だけど深く聞いて深く 考えて学んでみるとその中に自分の人生のさまざまな問題の答えがすべて入っています神様はその人の今までの生き方境遇性格その人の癖その人の長所短所すべてを貫き通して本質を見て話されるからそうなのです 神様が使わした人は、ただ神様の御言葉を持ってきて伝える人です。御言葉を締めくくります。もしもイエス様がペテロに対して、続けて魚をたくさん取る方法、その方法だけを教えたなら、彼は、魚ばかりをたくさん取って、肉的にだけ生きて、結局、 人生が虚なしく終わったことでしょう。だからイエス様はペテロに魚をたくさん取る印をたった一度、たった一度だけ見せてあげただけでした。そしてその方面にはそれ以上印を見せずに根本の答えを与えたんです。それで、このようにあなたは人間を取る漁師になって、 命を救いいいなさいとおっしゃいましゃまたこれがペテロの人生の進路の問題に関する答えだったんです。ヨハネによる福音書の15章4節から5節を見てみると枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないようにあなた方も 私につながっていなければ実を結ぶことはできない。私はブドウの木。あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。とおっしゃいました。私たちは枝の立場です。そしてそれぞれ 実を実らせたいと願っています私たちはそれぞれ何か願うこと求めていることありますよね実を実らせたいと常に願っているんですしかしその実が実らないとき私たちはとにかくもがきます雨が問題か吹雪が問題かこの暑さが問題か寒さが問題か いいろろと考えて悩みますもちろんそれらも大きな問題だけれどしかしそれらはその都度浮かんでは消える表面的な問題もっと奥底に根本の問題があるそれを解決しなさいというのが聖書の教えです枝が木につながっているのかどうかそれが根本の問題です 枝にとっては木につながることが根本の答えとなります。私たちも同じ立場だと聖書では言っています。願いがなされない時、目の前にあるさまざまなことに目が向かいますが、まずは神様が使わした人につながりなさいというのが聖書の教えです。 神様はおっしゃいます人生の岐路に立つ人よ。あなたは右の道に行こうか、左の道に行こうか、と思い煩うな。まずは私を見つけて、私をつかみ、私につながりなさい。私が一緒にすれば、問題も解決するし、どの道に行くんだとしても、私が総動員して、 あなたを助けあなたを栄えるようにしてあげるから人生の岐路に立つ人よ私と一緒に生きなさい」とおっしゃいます今まで御言葉を聞かなかった人が御言葉を聞くようになったらそれは神様が使わした人につながったということです今まで御言葉は聞いていたけれど 心の中では認めていなかった人が、アーメンと言って認めるならば、それはつながったということです。今まで御言葉を信じてはいても、行うことができなかった人が、行うようになったら、それはつながったということです。今まで御言葉を行うにしても、自分の考えを中心にして、自分勝手に行っていた人が、 御言葉を正しく分かって御心通りに正しく行うようになったならばそれはさらに強くつながったということですつながることこれが根本の答えだというのが聖書全体を通しての神様の人生観です御言葉を通して神様を見つけ 神様が使わした人を見つけて、その愛に満たされて、豊かに満ちあふれる皆さんみんなになることを、主の皆によって祝福します。一言お祈りをして終わります。愛する神様、すべてのお恵みに感謝いたします。私たちはそれぞれ様々な人生の問題を抱えて生きてきました。時には その問題があまりにも大きすぎて自分には手に負えずどうすることもできない時もありました誰が毎日私たちを助け愛して共にしてくださるでしょうか私たちが生きてきた人生を振り返ってみた時にああ本当に神様が共にしてくださって本当に全ての問題を解決してくださったんだなと 悟ることができますどうか私たちが過去の戦いきさつを忘れることなく神様だけに頼って愛して固く立って右にも左にも偏らず神様の言葉を守り行うことができるように助けてくださいキリストと出会わせてくださったことその御言葉を聞けるようにしてくださったことその全ての恩恵に感謝します 今日礼拝を捧げたすべての人たちと、世のすべての人たちが、神様の大きな愛と、キリストの平安によって満たされ、すべての問題の解決がなされる見働きを受けて、受けることを願います。このお祈りを、主の皆によって見舞いにお捧げいたします。アーメン。